スケルはここにいないんだぜ。こんなの時間の無駄だ。
それじゃあヒルと合流して次を考えよう。ジョサイア、これは何人か見つけた。ジョンソン、ウィーバー、いい奴らだった。ウォーカーの狙いは何なんだ？狂ったんだ。例のボーンの一件以来な。あの時止めていれば。あれはボーンがクズだった。ああ。だがああなるべきではなかった。何の真似だ？いや、俺。撃たれるんじゃないかと思って。ここは味方の村だぞ、ボーン。村人協力者だ。女が武器を、銃を持って。ならどこに銃があるんだ？ほら、武器を持ってる。なあ、仕方なかったんだ。最悪だな。終わりだな。これ以上俺の時間を無駄にするな。
待て、おかしいだろ。やったのはお前だ。違う、お前のせいだ。いつも俺をバカにして。おいおい、お前は間違ってる。くそ、父さんが絶対に黙っていないぞ。このウジ虫が父親に泣きつくのか。そういうことか。問題を起こすたびに誰かに責任をなすりつけて逃げるんだな。それで危なくなったらバカみてえに父親が助けに来てくれるのを待つってか。言っておくが、父親はここにいねえぞ。うるせえ、俺は優秀だ、優秀な兵士なんだ。てめえは何一つ価値のないクズだ。待て待て、そこまでだ。ボン、その武器を渡せ。ほら。ウォーカー、もううんざりだ。ウォーカー、何のつもりだ。こいつはすでに。これで終わった。それにこのクズを殺せなかったら俺たちが村から狙われる。正気か、ウォーカー。あとは知ってるな。あんたは証言せず、ウォーカーをかばった。証言すべきだった。そうすればこんな状況になんて。いや、それで合ってる。死んだ部下にもそう言ってくれ。スケルの手がかりは？こっちはこれを見つけた。地下研究室はまだ無事なはずだ。調べに向かおう。いや、俺はウォーカーの兵を追う。目的を突き止めたい。たとえ馴染みの顔でも味方だとは思うな。お前もな。またここで合流しよう。